こんにちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今月23日と29日に新年スペシャルセミナーを行いますが、先日私は東京でその講座を受けてきました。そこの冒頭で先生がお話ししていて感激したので、こちらでちょっとシェアいたします。九星気学というのは、見えない力を読み解く、宇宙のリズム、地球のリズムを読み解く学問になります。占いではないんです。占いの語源というのは、裏の成り立ち、裏なりから来ています。占い、裏なりですね。裏の成り立ちというのは、まず結果があります。現在幸せかとか病気かとか結果があります。それには必ず原因がある。その原因の裏で成り立っていることを読み解く、そういう学問になるんです。見えないものの見えないエネルギーを読み解く学問ですね。その昔、勝海舟、坂本龍馬、上杉謙信、島津成明、徳川家康、織田信長、そういった名だたる著名人たちが活用した真面目な学問なんです。現在地球は温暖化が進み、深刻な問題になっています。そんな時に、その昔著名人が使った気学、学問を使って現代の社会にも役立てる、そういうことができると私は信じています。そんなお話も交えながら新年スペシャルセミナーを行います。よろしければぜひご参加ください。ありがとうございました。